低音声優のイケボ堪能スペシャル。かわいい3匹の子豚に大変身で、ああ吹き飛ばされちゃった、ぶっ壊されちゃった、くそ。丈夫な家を作りたいからレンガで作るよ。このレンガの家なら低い声だらけのスペシャル朗読劇。大丈夫さ。さらに大変だ、安本はレギュラーに入れたくないって言われて教習所で怒られたんですよ。運転手さんが、はい、いい声だねって言って、普段の生活で起きた低音衝撃事件を激白。この年から低い声に癒される声優わちゃわちゃスタート。ということで今回は3つのテーマをお届け。まずわちゃわちゃするのは低音ボイストークでわちゃわちゃ。あまり知られていない低音ボイスの世界を知るために3人にはわちゃわちゃガチャを回して、あ、なるほど、これを回すんですね。出てきたテーマに沿ってここでしか言えない低音裏話をぶっちゃけてください。まあ、とりあえず一回回してみましょうか。低音声優たちからどんな裏話が飛び出すんだ、気になるぞ。ですね、あ、はんはんはん、得したこと損したことは、お、低音で早見さんは得したことというのは何かありますか、自分己の声が低いことによって。そうですね、小学校の5年生で僕は声変わりしたんですよ。5年生早いです。何年生だ。僕中2です。お、僕も中1ぐらいですかね、はい、え、遅いぞ。小5です。小5でランドセルしょってこの声だったんで、いやこれは やばいですね。大きく損しましたよ。友達が気持ち悪いって言い出した。気持ち悪い。早見翔です、早見翔です。同級生にこんなイケボがいたら、あ、僕教科書の歌が歌えなかった時、それはそう、キーが高すぎて、うん、え、それってさ小学校の時もそうじゃなかった。小学校の時は僕本当ボーイソプラノみたいな声してた、信じらんない、可愛い子供でしたよ。自称だろ、こんななっちゃうなんて。僕もだって大体トップは出なかった小学校、うん、もうちっちゃい時から、うん、だからずっと僕は口パクでしたよ。そのテクは小学校でもう身につけている。さらに声優界ではおなじみ街の雑踏などを表現するガヤにも低音声優ならではのエピソードが。え、最近さガヤとかで口パクとかやんないの。え、いや、ちゃんと喋るんだ。あ、あのやってるフリーですか。やってるフリー。違います、違います、あのそれはあのガヤは我々はやっちゃ怒られるんだ。そうそう、怒られた。小学校中学校のガヤとかの時にジャッてこう出して安本さん座ってくださいって。一応やる姿勢は見せますよね。そう、姿勢はやっぱ後輩もいるからやる気満々だよな、前出るよ、ね、だからよっしゃっっっっとはなる。それはよくあるね。ついこの間ですけど、ついこの間、はい、タクシー乗って、タクシー運転手さんが、はい、いい声だねって言って、お、オタク声優になれるよって言われて、で、本当ですかって僕って泳がしたんですね。いや、ちょっと嬉しかったんだ。え、この年からなれるの。僕今から行けますか。うわ、めちゃくちゃいいな。面白かったわ。高校生の高2の頃にあの自動車学校であのバイクの免許を取ろうとして行ったんですよ。はいはいはい、先生がこうこの問題分かるやつって当てていくんですけど、うん、やっぱ学校と違うからみんなもう答えないじゃないですか。僕はまあちょっとまあ答えてやろうと思って答えたんですけど、その答え方が気に食わなかったみたいで、なんだお前怒ってんのかっつって教習所で怒られたんですよ。合ってるのに。すごい、それはちょっとトラウマになりましたね。まあ、これは悲しいような嬉しい話なんですけど、セリフが少ないんだけどやったら意味深な言葉とか、なんかミスリードを誘うようなためだけに仕掛けのとしての一言だけとかで呼ばれる時があって、某音響監督さんにあのお前のこと呼んだ意味わかるよなって言われて、あ、もう異質な音だということをそこにぶち込むことに意味があるんだなと思って、その音響監督さんは安本はレギュラーに入れたくないって言われて、なんでですかって言ったら、どっかで使い道があるんだよ、あ、作品のどっかで使い道があるから取っときたいんだよって言われて、嬉しいような話ですね。レギュラーないですって言ってるんですけど、ずっと使われない可能性もあるかもしれないですよね。で、今回はなかったわみたいな、おーいみたいな。お話ししているだけで癒しの時間。
続いては悪役が多いイメージのある低音声優さん、実際のところどうなのかぶっちゃけてもらったぞ。正直今は悪役がほぼなくてですね、いいものになりました。いいものなんかその筋肉がついてる人は多いんですけど、筋肉キャラばっかりになって。早見さんもでも別にいいも悪いもないですよ、何でもありますもんね。そうです、どっちか分からない役ですもんね。どうだろう、若い頃のがね悪役多かった。ああそうか。でも今だいたい長がつくね。長理事長とか。あ、社長。おさそういう僕の場合もさっき松本さんおっしゃった通り、悪者も悪者あるにはあるんですけど、うん、マッチョとインテリの狭間みたいな役が多いですけど、だから今日はマッチョ明日はインテリみたいなマッチョ系低音とインテリ系低音って多分いると思うんですよ。ハリさんはインテリ系低音のなんか極みなんだと思うんですけど僕はのどっち狭間みたいなもんなんですよ。でもたまにねマッチョも来るんですよ。あ、そうですか。マッチョって楽しいね普段やらないからそう。マッチョ系インテリ系低音声優の中でもジャンルがあるんだな。メモメモ。そんな低い声を持つ皆さん、アニメや吹き替えの現場では海外ドラマ版 のラッシュアワーという作品がありまして、そこで早見さんがゲストでいらっしゃって、で番組のレギュラーで奥様も出られてたんですね、はいはい、五十嵐麗さんも出られていて、はい、ご夫婦でそのマイク前で、うん、ここどうなんだっけっていうやり取りをちょっとされてるのがめちゃくちゃ可愛らしくて、はい、その後ろ姿が本当になんか一番最初印象、まあ、僕だいたい頼り切ってますからね割と後輩はそういうのほっこりしながら見てたりしますから、ね、本当にそこはもうめちゃくちゃ癒されました、うん、はい。さらに安本さんと増本さんもあの有名アニメで共演していて、弱虫ペダルという作品で、はい、うんうん、あの総北高校の主将をやられて、金城という役をやらせていただいてます、はい、で僕はモブで行ったんですけれども、うんうん、もう総北のメンバーがマイク前で一気にこうレースのシーンを別撮りなしでもうガーッと撮ってる様を、その背中が本当にかっこよかったですね。一斉にやってあれ本当全員で収録終わった頃ボロボロになってましたからね。そうですねぜーはぜーはいろいろやってました、はい、でその回あの今泉役の鳥海さんが、うん、セリフがはいっていうだけの一言だった回だったんですよ。もう終わった後にみんなで一斉においってめちゃくちゃ鳥海さんに突っ込んでるのがまたすごく仲がいい感じがあって、あアニメの現場素晴らしいなっていうふうに思いましたね。でもその一言とかのギャラ泥棒的なやつあるじゃないですか、はい、声低い人割とギャラ泥棒の時は割とありますよねまああるけど、この間そのセリフすらなかったでも言ったんですか。含み笑いとうなずきのアドリブだけ、はあ、もうずっと台本見ても全然どこにもいねえなって割とそういうこともね我々はあったりもしますけれどもね。最後は低音ボイスを堪能、スペシャル朗読劇。低音朗読でわちゃわちゃ。これまで低音では演じられなかった物語を3人に朗読していただきます。テーマは3匹の小豚皆さん自慢の低音で今までにないギャップを楽しめる3匹の子豚を作り上げてください。子豚の三男は私安本、子豚の次男を増本さん、そして子豚の長男を早見さんと。一番ダメな子じゃないですか。そうっすね前代未聞、低音声優が織りなす大迫力の3匹の子豚、普段聞く童話とのギャップに注目です。昔昔あるところに3匹の子豚の兄弟がいました。3匹はそれぞれ自分の家を作ることに。一番上の子豚は、ああ家作りとかめんどくさいな、僕は藁で家を作ろうかな。藁をわさっと積み上げて簡単だ、もう出来上がり。2番目の子豚は、よし、僕は木の家にしよう。トントントンとくぎょって、ほら、木の家の出来上がり。3番目の子豚は、僕は丈夫な家を作りたいからレンガで作る。こら大変だ。よいしょ、よいしょと。夜までかかっちゃったけど、丈夫な家が完成したぞ。すると、腹ペコ狼が子豚を襲いに藁の家にやってきました。
こんな家ストッチだ。ああ、吹き飛ばされちゃった、助けてと2番目の子豚の木の家に逃げ込みましたが、何のこれしき、いやそれ、うぶっ壊されちゃった、くそ、助けて。2匹の子豚は夢中でレンガの家へ。このレンガの家なら狼が何してきたって大丈夫さ。大変だ、あれを見ろ、煙突から入ってくる気だ。それならここでお湯を沸かして。くらえ狼、沸騰攻撃。狼は沸騰した鍋にザブーン。サラミ。こうして3匹の子豚は仲良く暮らしましたとさ。これでいいのかな。迫力満載の3匹の子豚、こんなの見たことないぞ。次回声優わちゃわちゃは、早見翔さんの好きなキャラは、どのキャラがベスト3にランクインするのかを予想してお答えください。ファンが選ぶ早見翔の好きなキャラベスト3を大予想。ラップ来るんじゃないですか。そうですね、もうそこは外せないところだと。マクロスなんかも40年ですからね。バニラアイスどうですか。バニラ、まあそうなんだよね。ダークホースジュリアスもある気がするんですよ。ヘイトもやっぱり強いよね。ちょっと僕も想像つかないな俺。いや分からんですね、そう考えると。これ結構難しいですね。早見翔さんの好きなキャラランキングベスト3に入っていますか。入っててくれ。果たしてベスト3は何なのか。みんなも一緒に予想しながら楽しんでくれよ。